はい、みなさんこんにちは。いい天気です ね、 はい、今日はい、こちらはですね、初めての、はい、トークショー行きたいと思います。はい、トークショー今年シーズン初ですね。はい、初だね。はい、今回の MC 務めます2年目のベベとリカです。よろしくお願いします。みたいな感じなのもあるんですけど、私がちょっと裏話という裏話みたいな怖いこと言わせよ。大丈夫かな。いい方法の話ね。はい、受かった時に合格した時に、家族とかから、多分チアドラゴンズって女の子の集団だから決められないよね。確かに女の子の集団は怖いイメージがありますね。あるのかなってちょっとビクビクしてたっていうのがあったんですけど、はい、全然そんなことなくて、もう本当に皆さん面白い、優しい、可愛い、もちろん可愛い。大丈夫、そんなこと言っちゃって本当にいい先輩方ばかり、同期もすごい面白くて可愛い子ばかりで、とても楽しいチアドラライフを送っております。はい、よかった。それでどうしよう、先輩に知られてますとか言われたらね、どうしようかと思ったけど、よかった。はい、一目ありがとう。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。1年目のほのかです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日私がチアドラゴンズになってみて驚いたことは、バズーカってありますよね。そのバズーカがものすごい重いことにびっくりしました。そうですね、3回の裏にね、はい、バーンってタオルやってるんですけども、今まで見てた時はすごい軽そうというか軽快に走って見えたので、本当は軽いのかなと思ったんですけど、実際やってみたら重くて、もう裏に帰ったら汗が止まらないぐらい重かったです。そう、グラウンドではこちらに来たから行こうとか思ってるけど、裏に行ったらダービーやっていけばね。そうですね、慣れます、うん、慣れると思うので、はい、じゃあリカに回して。はい、はい、私はですね、あれですね、ヘアアレンジがみんな上手っていうところがびっくりしましたね。もう私今日すごい一番最後だったんですけど、髪の毛セット誕生したのが、もう焦って、もうあ、やばい、今日全然できないじゃんみたいな、メメにずっと言ってましたよね。隣の席なんだけど、もう今日無理できんとか言ってたけどね。でもできてるか、できてるかな、うん、今日できてますかね。よかったよかった、大丈夫ですかね。ありがとうございます。じゃあみんなのヘアリーズにもね、注目して、ね、そうですね。はい、ということでもう時間来たと思いますので、はい、今日の特集はここまでです。